アメリカからスーパースターがこの東京ドームにやってきています。アメリカプロバスケットボールリーグ NBA のスーパースター、ステファン・カリー選手です。今バレンティンもご覧の通りこの携帯電話で撮影していますが、山本浩二さん、ちょっとご紹介させていただきますと、はい、ゴールデンステートウォリアーズというチームがありまして、今年2年連続のワールドチャンピオンに導いた、まあ、チームのエース選手です。最近4シーズンで3度のワールドチャンピオン、そのうち2度レギュラーシーズン MVP という、まさにアメリカバスケットボール NBA が誇るスーパースターです。ジャイアンツのキャプテン坂本もあまり普段はバスケットボールには詳しくないそうなんですが、あ、今日はカリーが来るのか。今回の選手はアジアの開催アジアツアーに参加中で、7日間に及ぶツアーの最終日にここ東京ドームに駆けつけてくれました。すごいでしょ。 NBA のトップ選手としてはそれほど大柄ではないかと思いますが、史上最速で通算のスリーポイント成功本数2000本を達成したという、バスケットボールを持っては抜群のコントロールを誇るというこのステフィン・カリーです。すごい選手なんですね。3年ぶり2度目の来日、さあどうでしょうか。おいいボールがいきます。野球のボールを持っても見事なコントロールといったところでしょうか。バレンティンはこのやはりそれほどのスーパースターだというのが、こういった光景でもお分かりいただけるかもしれません。スーパースター、バスケットボール界のスーパースター、ステフィン・カリー選手の始球式が終わりました東京ドームです。